なんとしてでも175センチを超えたい。そう思っているのはあなただけじゃない。どうもお久しぶりです、しんちょうくんです。僕の動画をたくさんの人が見てくれているようですごく嬉しいよ。そこで今回は多くの人から寄せられている175センチを超えたいという声を取り上げて、しんちょう先生のおすすめをまとめて紹介しようと思っているんだ。実際身長を伸ばすのに成功した僕だけど、身長は遺伝じゃない、努力だをみんなで証明していこうっていう企画だよ。まずは遺伝からわかる身長を予測した場合だけど、その計算式がこれ。男の子の場合は両親の身長の合計にプラス13して2割った数字、これの前後9センチが予想になる。つまり父親が170で母親が157センチの場合、君は最大で179センチになれる可能性があるっていうことなんだ。でもこの計算式では175センチに到達しないっていう場合もあるよね。これはあくまで遺伝からの予測だから、次は身長先生の動画にはよく登場する最終身長予測シートを見てみよう。もうおなじみのこの表で将来どのくらいまで伸びる可能性があるのか175センチを基準に確認してみよう。5歳0ヶ月の男の子が現在 109.4 センチで、その後日本の平均的な身長の伸びをしていけば将来175センチになる可能性は C 判定、111センチあれば A 判定で175センチになる可能性があるっていうことを示しているグラフなんだ。今度は12歳0ヶ月の時を見ると153.5センチ。これ以上大きいと175センチになる可能性が高いんだけど、ここで注意が必要だよ。幼い時には D、E 判定だったのに、この辺りで思春期が人より早く来てぐんぐん伸び B、A 判定になったなんて場合には、そこで伸びる勢いが落ちてしまい、その後身長が伸びないなんてこともあるんだ。そんな早熟の場合は最終身長が低くなる傾向が高く、晩熟タイプはその逆で高くなる傾向があるのは事実なんだ。それにこの思春期の前半が一番重要と考えられているんだけど、この年齢になってくるとしっかり C 判定以上の身長になるように努力することが大切だよ。15歳を超えて大きく身長が伸びることはどんどん難しくなるからなんだ。でも早熟タイプだからもうダメだって思った人、15歳だけどまだ伸びないって思った人、いや、まだまだやれることはちゃんとあるよ。ここから身長を伸ばすのに大切な要素をまとめてみよう。まず欠かせないのが栄養だ。身長を伸ばすために最低とってほしいのがこれ、タンパク質。タンパク質の摂取は筋肉を作るのに必要なだけじゃない、身長を伸ばすのにもすごく重要なんだ。特に動物性タンパク、肉、魚、乳製品、卵の摂取量を意識しよう。肉などの高品質のタンパク質をよく摂っているオランダ、スウェーデン、アメリカの人は平均身長が高いんだ。オランダの男性の平均身長は184センチなんだって。びっくりだよね。ちなみにオランダの1日の平均的なタンパク質の摂取量は 105g と言われることも。食生活を変えることで身長をビヨーンと伸ばそう。中でもアミノ酸スコアが高い卵は手軽に購入できるし、料理法も豊富だからおすすめだよ。そして身長を伸ばすのに欠かせないのが亜鉛と鉄なんだ。なのに不足している人はすごく多いのが現状。亜鉛の摂取量は一般的に少なく、特に日本の子供、老人、若い女性で亜鉛が不足していると言われているよ。亜鉛は牡蠣や豚のレバーなどに多く含まれているんだ。ただ食べる機会って少ないよね。それに苦いし、なかなか食べづらいよね。そんな君におすすめの食材があるんだ。それはなんとビーフジャーキー。多くの亜鉛が含まれているからおすすめだよ。ビーフジャーキー 100g あたり 8.8mg もの亜鉛が含まれているんだ。コンビニですぐ手に入るから意識して取り入れていこう。鉄に関しては米国学科アカデミーで公表しているどれくらいまで摂取していいかという指標があるみたいなんだけど、ざっくりと小さい子に関しては5から 40mg、 大きい子に関しては10から 40mg 摂取するといいと言われているよ。特にスポーツしている子は汗で鉄が失われやすいから注意が必要なんだ。
そして一度見直してほしいのが睡眠だ。成長ホルモンの分泌に欠かせないのが良質な睡眠だけど、みんな実際は何時間寝ている？これは僕が以前、伸びすぎ注意、身長が伸びるナイトルーティーン、身長先生プレゼンツっていう動画で紹介した国際睡眠財団の指標なんだけど、思ったより長くない？それに睡眠時間だけではなく、睡眠の質もとても重要なんだ。睡眠の質を上げるために、まずはお風呂に入って温まろう。しっかりと湯船に浸かって、体がほてるくらいまで温めると、お風呂を出た後に徐々に体温が下がるわけなんだけど、そこで睡魔が襲ってきて、睡眠の質がぐんと上がるんだ。それに、睡眠は長すぎても良くないとされているから、これを見てる6歳から25歳のみんな、9時間寝るんだ。それに運動もすごく大切な要素。運動することで成長ホルモンが分泌され、栄養の吸収が良くなる。さらにさらに睡眠の質がアップということで、身長を伸ばすにはいいことずくめなんだ。おすすめは全身運動で、ちょっときついと思うものを60分以上、週に3回が目安。サッカーや水泳、バスケット、自分の好きなスポーツを積極的にやっていこう。あれ、スポーツも思った以上にきついって思った？そうなんだ。睡眠もスポーツも多くの人が思っているよりしっかりとる必要があるんだ。スポーツは成長ホルモンのことを考えると、最低でも30分以上を目指してみよう。どうだった？僕みたいに身長は遺伝じゃない、努力だを証明するためにも、これを機会に生活習慣を考え直してみてほしい。この動画で紹介したことを実践して、夢の175センチを目指そう。きっと君も僕みたいに嬉しい未来が待ってるはずだよ。